お元気ですか？僕趣味です。今回は2022年プロ野球チップスカード第2弾の開封動画第8回目でございます。今日も10袋で、やりたいと思いますが、今度こそね、ラッキーカード引きたいと思っております。それではね、早速開けていきたいと思います。第8回目の1袋目でございます。広島東洋カープの野間隆義外野手でございます。中日ドラゴンズの鵜飼航介外野手でございます。2袋目でございます。でキラカード出ましたね。楽天の則本昂大投手の、キラカードでございます。でヤクルトスワローズの奥川恭伸投手でございます。3袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの和田康士郎外野手です。埼玉西武ライオンズの外崎修太内野手です。4袋目でございます。でこちらですね、最高出塁率の横浜 DeNA ベイスターズの佐野啓太外野手のカードでございます。福岡ソフトバンクホークスの千賀滉大投手でございます。で5袋目でございます。こちらね、最高出塁率のオリックスバファローズ吉田正尚外野手のカードでございます。中日ドラゴンズの石川昂弥内野手でございます。7袋目でございます。いや、これは東京ヤクルトスワローズのスコット・マクガフ投手でございます。オリックスバファローズのチー・岡田外野手でございます。7袋目でございます。で、白サインカードが出ました。オリックスバファローズの杉本裕太郎外野手の白サインカードが出ました。久しぶりの、ね、白サインカードでございます。横浜 DeNA ベイスターズのフェルナンド・ロメロ投手でございます。8袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手でございます。で埼玉西武ライオンズの平海馬投手でございます。9袋目でございます。で白サインカードまた出ましたね。千葉ロッテマリーンズの松田直也投手の白サインカードからレアカードが出ました。で中日ドラゴンズの岡林勇希
回癒しでございまして、最後の10袋目でございます。でまたスターカード出ましたね。ビッグボス新庄剛志監督のレアカードでございます。ちなみにね、白サインカードはですね、書かないそうでございます。最後は、ソフトバンクホークスの又吉克樹投手でございます。中日ドラゴンズから移籍してまいりました。はい、以上で2022プロ野球チップス第2弾の開封動画8回目を終わりたいと思います。でもうすぐですね、第3弾もね、チカチカ発売されますので、あと1回ぐらいかな、で第2弾は終わりたいと思います。今度こそね、ラッキーカード引きたいなと思っております。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。以上でございます。ありがとうございました。